2023年4月の売り上げがあったら、ポップアップもですね、皆さんに本当にいろいろ来ていただいてありがとうございました。フリース値上げします。はい、本日ですね、4月のジャパンメディアの売り上げを発表していきたいなというふうに思います。ということで、皆さん毎月毎月お付き合いいただき本当ありがとうございます。先月はですね、ポップアップとかもあったりしたんですけども、まあ、今回はポップアップも入れた方がいいかな、入れない方がいいかな、どっちでもいいか、また喋っていきます。ではですね、まずスマホの映像を見てもらいたいなと思います。ではですね、このベースの、オンラインショップの方からデータっていうのを見ていきます。そして売り上げ見ていきますね。2023年4月の売り上げがあったら588万3970円ということで、皆さん本当にありがとうございました。ちなみに先月から見るとですね、なんと、50% 減ということで非常にやばいです。これ会社やったら倒産しておりますけどもね、50% 減でやらせていただいております。まあ、僕は一応、まあ、ちっちゃくはやらせてもらってるので、まあ、別に従業員そんな多くないのでね、あれですけど、従業員がいっぱい出たらもう倒産しますけども、まあ、なんとか持ちました。ちなみに昨年から考えたらですね、前年比で考えたら 200% をですね連続してるわけなんですよ。先月も先々月も先々月もその前もその前もずっとね、ガン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 右肩上がりになっておりまして、まあ、3月がねすごすぎたんでね、1000万超えてましたけども、まあ、それでも順調に今月下がったな、500万か言うててもね、まあ、600万ぐらいか言うててもそれでも 200% 近くいってるので、まあ、本当にねいろんな方々に購入していただいて今がね成り立ってると思います。で、ランキングを見ていきましょう。すみません、ランキングね。はい、ではベース内のランキングですね。これほんまねトップ10絶対入りたいんですよ。はい、ということで4月はですね、なんと39位ということで、まあそれでもね、このベースのショップ自体140万ショッパーらしいんですよ。140万ショップ中の39位って言ったら、なんかすごそうな感じはするけど、すごいかどうかは分からへんということでね、やっております。まあでも10位トップ10は目指すっていうのはもう言ってるので、頑張っていきたいなと思うんですけども、それ以外にやったらこちらに出てる、綺麗なお嬢さんね、あれ綺麗なお嬢さん出てるねなんて思ったりするんですけど、そう、僕が今履いてるこのショーツの生地屋さんなんですよ。で、生地屋さんの、まあ、担当の方なんですけども、この生地屋さんの、ね、担当の方と以前お話してる時に、まあ、このショーツもそうなんやけど、それ以外にあったらデニムのマウンテンパーカーとかもこう出てると思うんですけど、それをね皆さんに買っていただいたレビューっていうのを送ったんですよ。もうこういう風にお客さん喜んでくれてますよと。実際僕らに商品発送してくれて、僕らがお客さんに直接渡してるから、その声を知らないんですよね。だから先月もやりましたけども、ちょっとどんな感じだったかっていうのを伝えましたら、向こうから帰ってきました。お客様がいただいたレビューの感想についてお待たせいたしました。下記ご確認よろしくお願いします。感想、デニムをこよなく愛する皆様にお喜びいただける製品が届き、そこに弊社の生地が関われたこと、メーカーとしてとても嬉しく思います。ロープ染色によるインディゴ染め、シャトル織機でゆっくりと織られた畝立ち、皆様に生地の良さを実感いただける商品だと自負しております。レビューにいい色と書いていただいて嬉しいです。ということで、田川さん本当におしゃれでかっこいい製品を作っていただき誠に感謝いただきます。長らくご愛用いただき、皆様それぞれの経年変化をお楽しみいただけますと幸いです。ぜひ来たをしてくださいということでいただいております。やっぱりこういうメーカーさんはね、直接お客さんがどういう風に喜んでるとか、どこに喜んでるとかっていうのってなかなか伝わってないんで、そういうのをね、見ていただきました。ちなみにこの綺麗な顔してお話ししていただいてるんですけども、会長さんがいらっしゃるんですけど、会長さんのお孫さんということで、次期会長さんになるんですかね、ぜひよろしくお願いしますということでね、今後ともタクゾのことよろしくお願いしますということで言ったりはしてるわけなんですけども、まあそれ以外にもいろんな工場さん、近々このサングラスの工場さんも行かせていただいてもおりまして、もう動画も今作ってる最中なんで、どういう風にしてこのサングラスが作られていくのか、どういう工場の職人さんたちがいてるのかっていうのも、また見ていただければなと思いますし、そのもうちょっと先になったらですね、次なめしの工場行こうかなと思ってまして、まあ、なめしって皆さん分かりますかね、皮、動物の皮をほんまのレザー商品にしていく工程、加工していくっていうか、オイルとかにつけたりしていくんですけど、これなめしって言うんですよ。そのね工場ちょっと行こうかなと。お前どんだけマニアックなことしてんって感じなんやけど、それが好きなんですよ。そういうことが好きやからね、行きたいなと思ってますので、また楽しみにしてくださいということで、ちょっと話ずれましたけども、次ねポップアップのお話もしてないなと思います。ポップアップもですね、皆さんに本当にいろいろ来ていただいてありがとうございました。結局モーテルキーをね50人に渡そうって言って、初日50人2日目50人ということで、オープンから5時間しか空いてないんですよ。だから要は1時間に10個配れなためなんですね。1時間に10個で50個が配れるって感じで、1時間10個ってことは1人当たり6分ぐらいだと思います。だから6分ぐらい喋って、もうキーホルダー渡したら次の人みたいな感じで、まあ、せっかくわざわざね、
遠いかといったら北海道、東京で、名古屋で福岡、徳島とかっていう方から来ていただいたりしたんですけども、まあ、6分ぐらい、まあ、長い人はねもっと喋れたけども、短い人はもっと短かったかもしれんけど、まあ、無事ね配りきることができて、ほんま残り1個か2個だけ余ったんで、まあ、それはね、いつもお世話になってる隊長に渡しましたけども、そういったことがありました。実際売上としては102日間で140万円ぐらいでしたがね、初日が80万、2日目が60万ぐらいっていう感じだったんで、本当に皆さんありがとうございました。ちょっとそのデータ僕持ってないんでわからないんですけど、聞いた感じで言うと86万とかかな、で2日目が59万とかいったかな、そんな感じだったと思います。ちょっとざっくりしか知らないですけどね、まあ、本当に皆さん来ていただいて ありがとうございました。まあ、何よりね実際やったりしたら、うわ行ってよかったとかね、絶対次もしてくださいっていう風に言っていただけるんですよ、毎回ね来ていただいた方には。そういうのを聞くとね、あほんまやってよかったなと。はっきり言ってポップアップはね利益にならないんですよ。こんなこと言っていいかわからないけど利益にならないんですよ。なんでってね、オンラインやったら別に誰も畳んでもね、言ったら勝手に購入していただいてるわけなんやけども、その子にスタッフの人雇わせてもらったりとか、今度東京でするってなったらポップアップの会場のね基礎会場大体1日8万とかするんですよ。それ3日間借りてくださいよ、24万したりとか、あと商品送ったりしたらそれだけでまた輸送料もめっちゃ変わってくるしってことで、段ボール50箱とか送るんですけどね、まあ、はっきり言って利益にならないんやけども、やっぱそこでしか気づけないことも綺麗事やけどあるんですよ。新商品こんなんやってほしいとかって言われたら、確かにそうっすね、いいこと言いますねなんて言ったりして、そんなこともあったりしてたんで、まあ実際楽しかったんでね、来ていただいた方ありがとうございました。で、まあ来れなかった方はねまた次回、そういうの来ていただけて嬉しいなと思うので、直近ではちょっとわからないけども、6月に一応東京に見に行きます。今何個か4店舗ぐらい、ポップアップ会場良さそうなとこ見てるんですよ。去年やったとこでやってもいいんやけど、去年やったとこはちょっと狭いので、もうちょっと広いとこ行こうって言って今探してますので、もしいいとこ見つかったら東京でダウン会したいなと。ダウン今作ってるので、900キロバーのダウン会できたらなーなんて思ってますけども、まあ、そんなことは思ってますということでね、まあ、実際こうお客様とお話しさせてもらってる中で思ったのがね、やっぱり僕のとこ来てくれるお客さんってもういろんな服もう何十万何百万って買った人が来てくれてるんですよね。でいろんなとこに行ったけども、結局はもう質が分かるようになってきたわっていう人が来てくれて、一番僕としては嬉しい。そういう人に来てほしいと思ってたから、今まであんまり服100万も200万も使ったことないっていう人はよしわしが分からへんじゃないですか。まあ言ったら肉で言ったらすき家しか食べてへんかったら、ほんまのいい肉の違い分からへんのと一緒で、いい肉も食べるしすき家も食べるしっていう人がこれいいって言ってくれたら本物やから。まさにダウンなんかね、普段ドメスティック買ってる人が僕のダウンで、ね、今ちょっと手元ないけども触ってくれたらね、これすごいですね、これ3、40枚してもドメスティックやったらおかしないですよって言われて、何倍出すんですか、まあ10ちょいぐらい出せたらいいですかね、これすごいですね言ってくれてたんやけども、僕がすごいんじゃなくて、それはメーカーさんがすごい、工場がすごいだけなんだけどね。まあそういったことでいろいろやらせていただいてますので、まあ僕もね偽善でやってるわけじゃなくて好きでやってるから、好きで楽しいし、プラスそれが喜んでいただいてちゃんと商売となってるっていうことで、やらせていただいてますので、今後も頑張りたいなと思いますっていうことで終わろうと思ったんだけども、最後に1個だけ、フリース値上げします、9月から、だから今予約受けてるんやけど、それは据え置きでギリ取ってるので、もう記事を今キープしてますので、その分は値段変えずにもらってるんやけども、次の9月以降は 1.5 倍に記事上げるって脅されてますので、ほんまにそれが上がったら、まあ、1.5 倍まで上げるつもりはないけども、結構値段はちょっと上げやなあかんなとは思ってますので、まあ、ただフリースはね結構これ楽しみにしてくれてる人もいてるので、まあ頑張りたいなと思うんですけど、とにかく絶対欲しいという方は予約で見てください。5月末まで予約受けてますので、それが過ぎちゃうと次は値段上がってると思いますので、お許しいただければなということで、下にリンク貼ってますのでね、興味ある方とか気になる方は見ていただければなと思います。もしね例えば届いたけどサイズ合わへんって方は言ってもらったらサイズ交換とか、無料で行ってますので、その辺もね、気軽にオンラインのデメリットであるんですけど、そのデメリットをカバーしていこうじゃないかっていう趣旨のもと、動いておりますので、よろしくお願いします。まあだらだら長くなっちゃったんですけど、まあ何が言いたかったかというと、まあ別に今月、50% 減になって下がってるんやけども、まあそれでも皆さんに来ていただいて、まあポップアップ入れたら結局は800万ぐらいっていうのかな、700から800ぐらいか、まあ本当皆さんのおかげで、成り立ってるっていうふうに思ってますので、まあ今後ともねメーカーさんとお客さんをこうつなぐ橋渡しになれればいいなということで頑張っていこうということで、本日はですね、ジャパンメディアの売上4月を発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。